どうもガロです。お願いします。ということで今日も諸行図事務所にやっていきましょう。お願いいたします。ということでですね、もう12月です。はい、ボーナスの月ですね。皆さんボーナス手元に届きましたか？もうね、なんか何に使おうかね、本当毎年迷うんですけど、毎年か半年に1回か迷うんだけど、いつもねなんだかんだね使わないんですよね。なんか旅行ちょっと行ったりとかしてもさ、旅行せいぜいね、せいぜい5、6万ぐらいじゃん、使うとしても、近場だったら。なんでまあね、まあ、今年も貯金になるのかなと思いながらも。あなたが後手です。はい、対局開始お願いいたします。1、はい、ってなところですね。まあ、今年も、まあ、12月もね末に、まあ、なってないんだけど、もう12月ですよ。ってことでね、存格代わり、まあ、今年の1年、まあ、YouTube を、ね、やってみて、それを振り返ったことをですねツイートしてみたんで、よかったらねツイッターの方もフォローしていただいて見ていただければなと思います。はい、ということでねやっていきましょうか。でね、相手が初段の方で結構将棋を指されてる方だったんで、経験値やばそうですね。で、相掛かりが得意戦法ってことで、まあ、とりあえずも角交換しちゃったんで相掛かりにはならない。で、問題はですよ、これ相手がさ逃げ玉っていう可能性がありますね、これね。ごめんなさい、もしかしたら逃げ玉かもしれない。7三桂から6二玉って上がってきて逃げ玉にしてくる可能性があるので、違った、うん、逃げ玉ではないですね。なのでこれは普通に組んでいきましょう。1、それもしかしたらさ、これさ3三桂から1二香ってやってくるかもしれない。あ、あったあった、よし。なら一応引いといて、これで逃げ玉に組んでいきましょうかね。うん、あ、そう、今ねちょっとね、帰り道で歩きながら指してるんで、ちょっと気持ちが違うとね恥ずかしいけどまあいいか。これなんかね、うん、この形はよくある形ではあるんですが、よし、問題はですよ、ここから、まあ、8五歩6六銀って上がっといて、で8六歩同歩とか来るのかどうか。おお、そう、その手は初めてだけど、まあまあまあ受けるか。はい、まあ、5五歩から5六銀って形で組む行くのもあったかな、4五歩もあったのかな、ちょっと分かんなかったですね。でこれ同銀同歩だったら、次6三銀とか絡んでいく感じですね。でそういう手に対してはこうやってニョキッと上にかわしてね、これ7六銀って8五歩まで伸びてれば8六歩同歩同飛車からね、こう8筋を攻める手があるんですけど、この場合だったら、まあ、8五歩ってこなきゃいけないでしょ。その瞬間に行きたいよね、こっちにもね。3、4、6四銀も魅力的だけど、まあ、こういくか。でも8七銀成から8六歩だったら攻めちょっと遅れると思うんで、まあ、遅れると早まってるんだけど、先に銀手に入ってるんで攻めていっちゃう。でこれで、銀が逃げてくれればですね拠点が作れそう。まあ、4二銀とか引くのかな、その時にどうするかって話なんだけど。お、そっちか、そっちならこっち出たいですか。これで5三銀成が狙えますね。4二銀だったらね5三銀成がないんで6四銀微妙かなって思ったんですけど、2二銀だったらね。でここで2二銀の時に2四歩同歩同飛車ってやると2三銀って上がられて銀冠に組まれちゃうんでちょっと損です。はい、なのでこんな感じで、でここもなるか、うん、でこれ同金だったら6二角ですね。でこれでまあ何かならとか迷ったんですけど、なった時に4六歩同銀6四角みたいな手が一瞬見えるんでちょっと考えちゃいました。で1ならずだと6三金って上がられて次の手がねちょっと見えづらかったんでやめましたね。はい、でこれで1、2、いやこれ桂ならず入れる、いやまあ5、何とも言えないですね。7、普通に取るか、いやもっといいってあった気がするな。まあいいや、はい、1、でもとりあえず歩でも受けときますか。3でまあ飛車が引いてくるんですけど、4二飛車かな、4二飛車の時どうするかですね。4二飛車、そっち1、2、3、そっちだったらもう金で取りに行くか。6、7、いやわかんねえよ。いや金、いや、うん、6四馬もあったと思うんだけどね。てか 6四馬の方がいいかもしんないですけど、まあいいや、これで一応飛車が積んでるので歩打ち1、2、まあ普通に飛車取っといて、歩使ったらさ、歩使ったら、6一飛車と下ろした時に4一歩って受けれないんで、だからここで、歩取り込んできても飛車打ちますね。これもちろん飛車打ちます。で合駒が悪いんですよ。で合駒したら6三馬とか7四馬とかやっといて受けづらいんじゃないですかっていう
う感じでどうですか。1でこれも3、まあちょっとやりすぎかな、馬引いて馬引いてさやりすぎかな。まあいいや、一回引こうか。はい、あの7六の銀を取りに行っちゃおうかなと思ったんですけど、いやちょっとやりすぎかな。まあ4四桂とか打ちますか。普通金埋めた、金埋めたのが4四桂ですかね。はい、これで、金逃げたら5二桂成もあるし、あと次5二桂成ですね。単に3二取ると同玉ってやられといて即詰まであるかもしれないけど、1、2、3、迷いますね。5、6、金取る手もあるんだが、8、まあいいや、ぬるくいこう。ちょっとあの安全に安全にいきます。金取って同玉ってやった時に、まあ、2四歩同歩2二歩いろいろあるんですけど、なんかシンプルな数の攻めで1、2、3、4、5、6、まあ、1回取るか1回取るか迷ってるね。金取って、ね、同金の形にして4三歩って打った方が鋭いんで厳しいんで、そういう風にしていきたいです。でこれ同玉はないでしょ。で同銀も4一曲がるでしょ。で王様逃げる手ないんで、4一取ると2二玉って逃げられちゃうんで、ここで歩打った時に、まあ、銀取られて、まあ、これが多分詰まるになってないですよ、こっちが、あの相手の王様がなんで歩取り込んでくるんですけど、あ銀か、銀取り込んでくるんですけど、まあ詰めるじゃないと思うんで、4二歩成から4一馬くらいで、お1、2、それは多分詰みです。うん、これは多分詰みです。本当にちゃんと読んでないよ、でも多分詰んでますね。でこれ金打っちゃうとちょっとね、まあ詰んでると思うけど、まあいいや、まあ普通でね、この方が多分分かりやすそうですね。でどうしたってやってしまって、で2二竜の一間竜ですね。で 2五歩からどんどん上に追っていって、で最後に3七金みたいな感じで決まればいいんじゃないかなと思います。はい、でこんな感じでね、で最後3八金で3七金か。You are number one。 ありがとうございます。はい、ということで感想戦に移ります。はい、ということで、今回の将棋なんですけど、まあ、あのこっちが右玉で相手が、4八金型の、対策ですね。できたんですが、まあ、このね4五銀が新しいですね。まあ2五歩まで伸びていればやってくる人まれにいるんですけど、まあ、でもこういうのは普通に銀ぶつけちゃって、まあ、同銀同歩はね4七銀って打つ手が残るし、まあ、そこで、ね、4七角とか打つのも、1三角とか打つのもあるし、で3八角だったら2八銀とか打つ手もあるし、まあ、でも2八銀はあれか、歩伸びてないから2六角打てないから微妙かもしれないけどね、まあ、その辺は、まあ、臨機応変にいきましょう。はい、ということで、まあ、銀かわしてきたんで、これこうですね。でこれってあの攻めてる場所が違うんですよ。相手は、ね、左側の方を攻めてくれてるんですけど、こっちはね王様の方に向かっていってるんで、この交換はそんな損じゃないと思ってます。で歩伸ばしてきて、まあ、ここもね多分放置して2四歩同歩同飛車ってくる方が嫌ですね。まあ、でもまあ放置するともね6六取り込んで6五桂跳ねれたらかなりなもんなんで微妙なんですけど、ここはねここで6八銀って引かれといてさあどうするかっていうの結構難しいと思うんですよね。ちょっと聞いてみましょうか。任せろ。ああ下回りか。ああ下回りね、うん、まあプラス229ですけど、まあ、まあそうですよね、そんなに簡単じゃないですよね。うん、結構難しいですね。これでどうするか、まあ、飛車走るんですか。66飛車、うん、まあ、なんとも言えない感じですね。で本部こっちだったんで、多分これは多分かなりいいですね。でこれで銀になって取って、こうやってこうやって、でここだ、ここでね決め手にかけたんですけど、なんかあ66桂か、66桂同飛車57角成68飛車、いや足んねえなそれでもいい、まあここで6七歩っていう手はありそうですね。6七歩で金逃げたら5七角成が受けにくいでしょ。6七歩はありそうか。任せる。あ取るんかい取るんかい、うん、普通でしたね。はい、そっち受けるの、なんか新しいですね。ちょっと怖くしてません。まあ怖くないけど、まあ、6六金って上がっといて銀打って、いやーですねこれマジで6六金5七銀3七玉6六銀成同歩5七桂成、
まあ、向こうがね、あの88銀の形なんで壁銀だからなんとかなるしょっていうことなんでしょうけど、ちょっと怖いね。まあ、こういう変化はちょっと嫌だな。まあ、こっち打っちゃいますね、普通ね。まあ、ここで多分、6八飛車って引かれといて意外と難しいかもっていう感じですか。うん、でこっちもあったからね、この金打ちが決まっちゃったんだけど、まあ、以下はもうちょっとどうしようもない感じですよね。うん、これはもうちょっとしょうがないかな。まあ、ここで6四歩で取り込んでくるのが一番怖い手なんですけど、まあ、取り込まれてもこっちが詰まないでしょ。銀でバラバラにしても、あとも歩叩いて同玉、まあ3四の銀がいるからちょっと怖いんですけど、まあ、詰まないとは思いますね。まあ、あの6八歩成から6九飛車成ってやっとけば、 馬をなんかちょっと少し利かしとけば多分大丈夫だと思います。はい、詰んでたらごめんなさい。はい、でも同金だったんで、これはさすがにね、さすがにこれは詰まします。でここで、まあ、金打ってね、8六金同銀同歩7七玉8七歩成で、6八玉7八竜5九玉4八銀の方がやっぱり簡単か。まあ、どっちも一緒ですね。うん、こっちの方がなんかあの読みやすかった、俺はですね。うん、この方がシンプルかなということで、こっちの手順で済ました次第です。はい、てなところでですね、今年も1年いろいろとありましたが、ちょっとね、いろいろと面白いことが起きましたが、はい、来年も頑張っていこうと思います。まあ、まだ早いんでね、まだ早いんですけど、まだクリスマスも来てないんでね、まだ早いけど、はい、ということで今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。